皆さん、こんにちは。ワールドカップ北中米大会アジア最終予選 C 組、日本時間10月11日3時より日本対サウジアラビアの試合が行われ、 2-0 で日本代表が勝利しました。今回は試合後の選手のコメントや対戦相手国サウジアラビアの反応をご紹介します。サッカー日本代表 FIFA ランク16位は26年ワールドカップ北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア同56位と対戦。試合開始30分前の現地20時半で気温31度、すり鉢状のスタジアムのピッチは無風で厳しいコンディションでの戦いを強いられました。日本人サポーターは約100人ほど、対するサウジアラビアのサポーターは6万人で、スタンドがサウジカラーの緑色ほぼ一色に染められた完全アウェーでの試合となりました。グループ C で最大のライバルと目されるサウジアラビアとの第1番のスタメンは、前節のバーレーン戦と同じにシステムは 3-4-2-1 で、ゴールキーパーは鈴木ザイオン選手、3バックは右から板倉滉選手、谷口翔吾選手、町田浩樹選手、ダブルボランチは森田秀政選手と遠藤航選手、ウイングバックは右が堂安律選手、左が三笘薫選手、ツーシャドウは南野拓実選手と鎌田大地選手、ワントップは上田綺世選手が務めました。立ち上がりから相手が前から激しくプレッシャー、縦に速い攻撃で積極的に攻勢に出る中で、日本は冷静に守ると徐々にボールを持つ時間を増やします。そんな中、最初に均衡を破ったのは日本でした。前半14分、右サイドから堂安選手がクロスを供給、逆サイドから三笘選手が折り返すと、ゴール前で森田選手が頭で再び左に折り返しました。最後はフリーになった鎌田選手が落ち着いてゴールキーパーとの1対1を制しました。鎌田選手は2023年11月16日のワールドカップアジア2次予選のホームミャンマー代表戦5-0以来、約11ヶ月ぶりの代表戦ゴールとなりました。サウジアラビアとの対戦で、日本はこれまで敵地3戦3敗全て0-1で敗れており、ノーゴールでした。その後は押し込まれる展開となりますが、サウジアラビアの背後へのシンプルなボールも3バックが的確な予測では寝返します。奪われても中盤の森田選手と遠藤選手が素早く奪い返して攻撃に転じる場面も多く見られました。36分にもコーナーキックから危険なシーンを作られますが、ゴール前にブロックを固めて体を張った守備で簡単にはシュートを打たせません。42分には鈴木選手がビッグセーブで相手のミドルをストップ。このまま最後まで無失点に抑え 1-0 のリードで前半を終えました。日本代表は後半開始から南野選手に代えて伊藤選手を投入。南野選手は前半28分にイエローカードをもらっていました。堂安選手が一列上がって右シャドウに移り、伊藤選手は右ウイングバックに入りました。この交代で劇的にチャンスが増えたわけではないものの、サウジアラビア代表に押し込まれる場面が減り、後半の序盤はどちらも得点の予感がありませんでした。63分、日本代表は鎌田選手が下がって前田大然選手が左ウイングバックに入り、三笘選手がシャドウにポジションを移します。66分には三笘選手が右サイドからペナルティーエリア内に侵入してシュートを放ちましたが、味方に当たってしまい追加点は奪えませんでした。日本代表は76分から出場した小川航基選手が終盤に大仕事をしました。81分、右からのコーナーキックを伊藤選手が蹴ると、小川選手がドンピシャリのタイミングで走り込んで豪快にヘディングでゴールを決め、リードを2点に広げました。日本が2-0とリードを広げると、サウジアラビアの大サポーターが一斉に席を立ち始め帰宅の道に着きました。この日の観客は 56,283 人、日本のサポーターは100人超で、大多数はサウジアラビアのサポーターでしたが、後半36分以降は空席が目立つようになりました。これで余裕が生まれた日本代表は終盤に久保建英選手と中村敬斗選手を投入し、残り時間も無失点でしのぎ 2-0 で試合終了。敵地でのサウジアラビア代表戦というタフなゲームで勝利を収め、最終予選3連勝を飾りました。試合後、
日本代表森保監督は、非常に厳しく難しい戦いでしたけど、選手たちがタフな戦い覚悟してくれて、いい準備をして粘り強く今回も戦い抜くことをやってくれた結果だと思います、とうなずきました。3試合連続無失点での開幕3連勝、前回の最終予選では惜敗した地での雪辱を果たし、日本代表の成長としては日々成長していると思いますし、まだまだ改善するところもありますけど、常に選手たちが高みを目指して成長してくれてることがチームの成長につながってると思います、と語り、今日勝ったことは非常に我々にとっていい勝利だったと思いますし、みんなで喜びたいと思いますが、次の戦いに向けての勝利の保証にはならないので、また最善の準備をしていきたいと思います、と15日のオーストラリア戦同25位に切り替えました。また今日も DAZN、 いろんなメディアの皆さんを通して日本は早朝のところたくさんの方が応援してくれたと思います。皆さんの声援が届いて我々は戦うことができました。応援ありがとうございました、と声援への感謝を口にし、能登半島の皆さんは豪雨災害で厳しい生活を強いられていると思いますので、選手の頑張りが励ましのエールとなって届くと嬉しいと思います、と被災地へのエールを送りました。また鎌田選手は右に左に振ることができた、前の選手はゴール前に入っていけと常に言われていること、いいところに入れたのが良かった、と語り、15日に埼玉スタジアム2002で行われるオーストラリア戦に向け、次はホームでたくさんのファンの前でプレーできるので勝たないといけない試合、次に勝つことでワールドカップが近いものになる、またみんなで切磋琢磨してやっていきたい、と力を込めました。一方サウジアラビア代表ロベルト・マンチーニ監督は、日本は素晴らしいチームで非常に強かった、我々も良い試合をしたが日本の方がより良かった、審判の判定には納得のいかない部分もあったが、それもサッカーの一部、私たちは負けたんだ、特に前半は日本のプレッシャーに苦しんだ、後半は改善しチャンスも作れたが決定力に欠けた、この敗戦から多くを学び次の試合に生かしていきたい、と語っていました。他にもキャプテンのサーレム・ワルドーサリー選手は、今日の試合は非常に厳しいものだった、日本は世界クラスのチームでその実力を十分に見せつけられた、特に前半は彼らのプレスに苦しめられた、ボールを保持するのが難しくリズムを作ることができなかった、後半は多少改善したが決定的なチャンスを作り出すことができず最後まで苦しい展開だった、この敗戦は私たちにとって大きな教訓となる、日本のような強豪と戦うにはもっと集中力を高め、チームとしてのまとまりを強化する必要がある、次の試合では必ず良い結果を出したい、サポーターの皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいだが、これからも応援よろしくお願いします、とコメントしていました。開幕3連勝を飾った日本代表、次戦のオーストラリア戦にも注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。